皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。それでは今日もソメラと一緒にトレーニングやっていきましょう。今日やっていただくのは下半身のトレーニング、ヒップリフトという種目です。こちらのトレーニングはお尻の筋肉ですとかももの裏側ハムストリングを鍛えていくトレーニングになります。仰向けに寝た状態から膝を90度ぐらいに曲げたところに足をついていただいて、お尻を上げて下ろしてという形でやっていただきます。足の幅は、まあ、ぴったり足をくっつけていただくか、やりやすいなと感じる方は肩幅ぐらいまで開いていただいても大丈夫です。上がっていくときに膝がですね、離れていかないように膝をしっかり締めながらお尻を上げていくように意識をしてみてください。両手はソメラのように体の横につけておくのが安定しやすくておすすめです。それでは2セット目いきましょう。2セット目、ソメラがやっていただいているようにつま先を上げていただいて、かかとをですねご自身の体にぐっと引き寄せるようなイメージで力を入れていただくと、よりハムストリング、太ももの裏側とお尻の筋肉を使うことができます。試してみてください。上がってくるときに腰が反り腰になってしまうと、うまくですねお尻の筋肉ハムストリングに刺激が入りませんので、腹筋にぐっと力を入れて体をまっすぐ保ったまま上げていくように意識をしてみてください。で、両足だと楽にできちゃうよという方は3セット目ソメダがやっているように片足チャレンジしてみてください。かなり負荷も強くなりますし、姿勢をですね安定させるのにもかなりですね力を使いますので、足と一緒にですね体幹の筋肉も鍛えることができます。ぜひ試してみてください。はい、お疲れ様でした。